拡散希望、電気代も物価も高い上に、軍事費で税金取られるとか、いい加減にしろ。税金は、軍事費ではなく暮らしに。女たちは、すべての軍事行動に反対します。というのは私ではなく市民運動家、許すな。憲法改悪、市民連絡会事務局長。憲法9条を壊すな。実行委員会。戦争させない、9条を壊すな。総掛かり行動実行委員会の菱山直子氏のツイートです。いや、相変わらず、ついフェミさんは、主語が大きいですね。いつから、あなたは、全女性の代表になったんですか？軍拡より、生活、ウィメンズアクション、で拡散を行っているようですが、見てみると、香ばしいツイートが、たくさんありますね。例の83人-1委員会でおなじみ、暇そらじに提訴されるらしい望月磯子さんも賛同人のようです。他にも支える会のメンバーと被ってる人いたり、角田幸子氏がいたり。いや、まあ、当然、二刀夢野さん本人もいたりと、まあそういう活動なんだなぁと。別に、政治上の主義主張は自由でいいのですが、毎度毎度、主語が大きいのを何とかしてほしいですね。そんな彼女たちの活動資金が気になりますが、カンパで集めているとのこと、一体どれくらい集まるのか興味があります。全女性代表を標榜するくらいなんですから、普段の暇そらし以上に集めているはずですよね。そして来たる決戦の日に向けて、菱山直子さんは、こんなツイートをしていました。さあ、始まるぞ。今日から全面対決だ。私たちは、本日12時に、国会開会日行動を議員会館前で行います。集まれる方はぜひ。そして、1月28日は、ウィメンズアクション14時に、新宿東南口にこぞって集まろう。軍拡より生活を訴えよう。と対決？姿勢をあらわにしていました。これに対してネットでは、このおばさん、何と戦ってるんだろう？ノルマじゃないですか？集客できそうにない商売ですし、女を武器にしてる限りは、奴らに未来はねえな。軍拡は、生活に密着したものであり、別に考えること自体おかしな話だ。そして、対決というが、左傾化した政府に何を挑むのでしょう。補助金中中構造をなくせば、国民の生活が良くなります。ただ、まともに生産性のある労働がしたくないだけじゃないですか？外で騒いで社会が変わるならば、楽で仕方ないし、国会議員は、異不要ってことだね。無理筋だろうが戦ってるふりを見せ続けないと、進歩が逃げてしまうからと思いますよ。共産党、社民党と同じ構図かと思います。と冷ややかなものでした。今回の件皆様は、どう思われましたか？ご意見ご感想など、ご気軽にコメントでお寄せください。少しでもいいねと思ったらグッドボタンを。また、励みになりますので、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。ネットのお花畑観察が趣味のアザリアでした。